ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。エンジェルビーツファーストビート、続きをやっていこうと思います。さあ、今回はゆいちゃんのルートをね、たどろうと思って、ちょっと攻略情報も見つつ進めているんですけれども、見てないパートをね、中心にね、つないでいっておりますが、さあ、ゆいちゃんとの会話を終えて先に進んでいくと、天使とのね、授業のね、エピソードがまた出てきたので、授業を受けるところからやっていこうと思います。授業を受ける、わかった、受ける。だから驚くなって。授業中、俺はひたすら天使のことを考えていた。普段は戦線のみんなと一緒に戦ってはいるけど、本当に敵なのか。少なくとも悪いやつには見えない。初めて会った時、俺がぶっ刺されたのだって自業自得とユリは言っていた。こうして授業に出ていれば友達にだってなれそうだ。今日の会話は神やこの世界に関することではなく、ありふれたクラスメート同士の会話にしてみるってのはどうだろう。ユリは言っていた。この世界に関することはノーコメントだと。だったらいっそクラスメートとして近づいた方が有益なはずだ。友達関係になれれば、おのずと彼女のことを知ることができる。俺は授業を受ける店主の横顔を覗き見た。よし、やってみようと決意した。授業が終わる。いつものように店主の前に立つ。何を話そう。まずは、そうだ、これを聞かなければ何も始まらない。あのさ、ん？俺、あんたの名前知らない。私、立花。うん、立花。下は？下、かなで。ね、ここでね、初めて名前を知るんですよね。立花、かなで。口にしてみる。美しい響き。名の通り、音を奏でるような、いい名前だと思った。あなたは？聞き返されてる。当然か。おとなし。おとなしくん、ね。下の名前は、まだ思い出せない。そういえば、記憶がどうとか。ああ、一週間近く経つけど、未だ戻っていない。それは大変ね。別に、今のところ生活に支障はないよ。そういう意味じゃなく、記憶がないまま消えるケースなんてあったかしら。ああ、そういう意味。もしかしたら、ないかもしれない。おとなしくん、ついてきて。そう言って立花は立ち上がり、教室を出ていく。どうしよう、ついていって大丈夫なのか。俺の心配や不安などお構いなしだ。当然だ、相手は天使なんだから。でも、もしかしたら天使のことを知るきっかけになるかもしれない。意を決して後についていくことにした。そこ立って。絶対やばいですね。指刺されたのは階段の手前。いや、待て、やろうとしてることはわかるが、私のハンドソニックでは打撃はできないから。なんでやねんと、ハンドソニックで叩かれる絵が脳裏に浮かんだ。確かにそれではショック度は足りないだろう。って、どちらにしろ。ドンと両手で押された。階段を転げ落ちるというより、踊り場まで吹っ飛ばされた。背中を強く打つ。いったたたた。ごめんなさい。何に対して謝ってんだよ。頭から落ちなかったから。その方が痛いからやめてくれ。でも、記憶を失ったままのあなたは痛々しくて見ていられない。今の絵の方がよっぽど痛々しいと思うぜ。え、そう？頭打って記憶なくしたわけでもねえし、そもそも頭をもう一回打ったから戻るってのも、そんなの漫画とかフィクションの世界の話だから。え？お前、信じてたの？うん。やっぱりバカな子なんだろうか。まあ、ショック療法ってのは実際あるよ。でもそれは物理的なショックじゃなく、電気ショックとかそういうのでさ。電気ショックならいいの？そんな設備があるのか、この学校に。ガードスキル、エレクトリックセイバーあるのか、そんなものが。わ、その痛々しさに断念したわ。
ないのかよ。一瞬ビビったじゃねえか。まさか役に立つ日が来るとは思いもしなかったから、もう一度挑戦するべきかしら。いや、そうよね。この世界に記憶喪失で来る人はたまにいるもの。でもそういう人はだいたい1日か2日で記憶を取り戻すのに、もう結構経ってますからね。1週間も経って戻らないって、あなたおかしいわ。歯に気抜きせず言ってくれるな。最初に説明したように、この世界では誰も病まない。致命傷を負っても1日か2日あれば治る。そんな中1週間も記憶喪失でいられるなんて。だってそれは今もなお病んでいるということじゃない？ちょっと時間がかかってしまっているだけだろう。とにかく食療法のことは忘れてくれ。エレクトリックセイバーはいいの？不思議なことに名称だけでどんなものか想像がつく。それはもういい。そう、じゃああなたの記憶が取り戻せる方法考えておくわ。まあ記憶を取り戻したいですよね。もうそれはオーラスかもしれないですけどね。そう言ってキビスを返すと教室に戻っていった。俺は踊り場に放置されたままだった。ちょっとね、抜けてますからね、かなでちゃんはね。さあ、ここはスキップしても大丈夫なところかな。押してみましょうか。えい、はい。あ、行動選択ですね。ようやくゆいちゃんとお話ができるかなと思うんですが、どうでしょうね。ゆいちゃん、今日もゆいは路上ライブをしているんだろうか。様子を見に駐車場へと足を運ぶ。近づくにつれアコギの音と聞き覚えのある歌声がした。駐車場から少し離れたところで誰かがユイの方を見ていた。腕を組みながら指でリズムを取っている。誰だろう。おお、岩沢ちゃんじゃん。そしてその少女を見つめている岩沢が視界に入った。よう、声をかけてみる。お、おとなしか。こんな場所に何の用だい。それはこっちのセリフだ。今夜はオペレーションだろ。こんなところにいていいのか。だからこそ気合を入れに来たんだ。気合？こんなところでか。ここに来るとなんていうのかな、初心に戻れるんだ。ああ、なるほどね。うん、エピソード知ってますからね、我々はね。生前路上で歌っていた、純粋に音楽を愛していた頃の私に。なるほどね。そう言ってファンに囲まれているユイの方を見る。あいつがここで路上ライブしてるのを知ってたのか。たまに風に乗って音が流れてきていたからね。今はユリを筆頭とした先々のメンバーのサポートのおかげで私は恵まれたバンド生活を送れている。それはそれでいいのかもしれないけど、どんどんと生前に抱いていた思いが薄らいでいく気がするんだ。なるほどね。それを取り戻すために時折あいつの路上ライブを聞きに来るんだ。あんたの歌をコピーして歌ってるらしいぞ。だがしばし黙って聞き入る。俺も邪魔しないように何も言わずにいた。途中でとちったりもした。ほんとあの頃の私だ。落ち着くことも知らずにがっつきまくってる。岩沢が可愛らしく吹く。それは素質もあるって意味か。ああ、リズムがちょいふらつきがちだが悪くない。あとはハートだろうな。やっぱり生前の私の必死さとシンクロする、その強い思いがあれだけ NPC を引きつけてんだろう。普段本部で物静かでいる岩沢がこんなに喋るとは意外だった。さっきあんたはコピーと言ったけどさ、違うよ。私の歌うクローソングは私のクローソング。あの子が歌えばそれはあの子のクローソングなのさ。これはめちゃくちゃ深い言葉ですね。あの子の歌を邪魔する権利なんて誰にもないんだよ。そういうもんか。ああ、そういうもんだと思うよ。せっかくだからもっと近くで見てやったらどうだ。声をかけてやったらあいつも喜ぶと思うぞ。そんなことするかよ。止まっちゃうからね、多分ね。
え、どうして？私に聞かれていると分かったら、そのことを意識してしまうだろ。うんうん。そうしたら、正しく歌おうということばかりに集中してしまって、今の自由な歌が失われる。今は好きな歌を好きな形で歌う。それがいいんだよ。そう言いながら岩沢は少し目を細めて結衣の方を見つめていた。ちょうど一曲終わったらしく、ファンたちから拍手が上がった。次はリクエスト聞きますよ。もちろんガルデモ曲限定です。ファンサービスもしっかりしている。じゃあ私はそろそろ行くよ。そっか、じゃあ今夜のライブ頑張ってな。いつも通りやるだけさ。あんたは実行犯だっけ？ああ、天使エリアってとこに再侵入するらしい。だったな。じゃあ、あんたも頑張れよな。ああ、そこで別れた。俺もユイをもう一度見てから邪魔しないように駐車場から去ることにした。今回はどっちかっていうとね、遠巻きで見てる岩沢ちゃんとの会話でしたね。いや、でも嬉しかったですね。残り30分で作戦開始時間です。さあ、作戦の流れは変わらないと思うんだけど、まあただね、岩沢ちゃんとのね、あのエピソードが抜けるからね、ちょっとだけ展開は変わるかもしれないですけれどもね。飛ばせるところは飛ばしていきましょう。ライブを見に来るんですね。ユリがある一室の前で足を取った。全員が銃を構えていた。俺もそれに習った。ここなのか。竹山くん、コンピューターの方よろしく。了解。あと僕のことはクライストと。不穏に思うがユリのことだ、信じよう。竹山が立ち上げられたパソコンの前に座っていた。パスワード、前は誰もわからなかったの。なるほど、僕の力の見せ所だ。解析に入ります。自分のノート PC を立ち上げ、ケーブルでデスクトップ PC につなぐ。パチパチと高速でキーボードを叩き始める。ほう、一応使えるみたいだな。プライバシーの侵害だ。この世界では許されるのか。竹山は一人キーボードを叩き続けている。そんな中、ユサです。天使出現しました。冷徹な声がユリの腰にしまわれたトランシーバー越しに発せられた。天使が現れたわ。急いで竹山くん。ようやく竹山の手が止まる。今パスワードを高速で割り出すプログラムを走らせました。すぐ終わります。あと僕のことは暗。時間との勝負か。とっとと割り出せよ。ノート PC の画面上は自動で高速スクロールしていた。入りました。 PC のデスクトップが表示されていた。よくやったわ竹山くん。全てのデータを移して。時間がかかりすぎます。1時間は必要です。あと僕のことはハードディスクごと引っこ抜くか。バレるじゃない。どうする。とにかく怪しいデータを見せて竹山くん。何かわかるんですかね。だからクライストです。キーボードを叩いてウィンドウが開く。それは生徒の一覧表のようなものだった。 NPC、 いや、私たちも混ざってる。それは貴重な情報な気がしますね。じゃあ単なる名簿じゃねえかよ。これはでも全員に配られてるのかな。怪しいデータなんてどこにもねえ。やっぱり単なる犯罪行為じゃねえかよ。黙れ。ハルバードの刃先が口の中に突っ込まれて、それ以上の抗議は続けられなくなる。陽動犯取り押さえられました。天使が戻ります。ここまで。今回も得るものはなしか。解散するわよ。マシンをシャットダウンして。そこへ、ユサです。陽動再開しました。あ、なるほど。これもしかしてユイちゃんが何かするのかな。トランシーバーから声。よっし、竹山くん、そのまま続けて。はい、あとクライストです。電源を落とそうとしていたマシンに再び向かう。こいつが怪しいです。エンジェルプレイ、それがアプリケーションソフトの名前らしい。デスクトップ上の実行ファイルを叩くとソフトが立ち上がり、操作画面が表示される。なんだこれは。ワイヤーフレームで組まれたキャラクターが同じ動作を繰り返している。手から出ているのはまさに天使のハンドソニックだった。こっちを選択して。ユリが画面を指さす。そこにはリレーの文字。
キャラクターの動きが怖い。今度は身を翻すたびにキャラクターは残像を残していく。なんだよこりゃ。さっぱりわからない。どうしますか。戻って刺身に。これですか。カーソルをハーモニクスの文字に合わせクリックする。キャラクターの上にもう一つ同じキャラクターが現れ分身してみせた。その動きを確認して重い息をつくユリ。どうすんだユリペ。そこへユリのトランシーバーから声が。天使戻ります。自由ですね。撤退。何か動きのパターンみたいなのが見れたのでしょうかね。マシンを落とし部屋の鍵もかけ直し女子寮から去った。さあ今回のこの情報はね、多分天使と仲良くないと見れない情報だったのかなと思ってるんだけれども、どうなんだろう。作戦を終えて本部にみんなが集まっていた。ただいつもと違い空気が重い。で天使エリア内で何を発見したのでしょうか。分かったことをまとめてくれユリッペ。天使は自分の能力を自分で開発していた。それはくしくも私たちが武器を作る方法と同じだったのよ。それの意味するところは。確信がないの。それはまだ言えない。なんだよ水くせえぜユリッペ。ユリは何かに気づいているのか。天使のパソコンにインストールされていたアプリケーション、おそらくあれを見て何かに思い当たったんだろう。じゃあもう一つの案件です。高松が立ち上がり壁にかけてあったアコースティックギターを静かに抱き上げた。岩沢さんは一体どこに消えてしまったのでしょうか。ああ、このルートだと岩沢ちゃん消えちゃうんですね。悲しみ。これがホームの空気が重い理由だった。消えた。はい。マジでかよ。はい。あいつが消えたってのにお前らよく平然としていられるな。そりゃいたでよ。誰もが分かってるわ。だったらもっと悲しめよ。この世界に来たばかりのあなたには分からないのも無理ないけど、仲間がいきなり消えることなんて過去に何度もあったわ。その通りです。ここはそういう世界なのよ。新米のあなたにとっては衝撃的な出来事だったのかもしれないけど、それは天使の手によってか。天使か神かはわからないけど、神の意志によることは確かね。そっか。でも消されたのはライブ中だぞ。じゃあ何が起きたって言うんだ。誰が一体岩沢さんを。誰も。あの子が納得しちゃった。それだけの話よ。まあそうですね、岩沢さんルートではね、私がねそれを阻止したからね残ったっていうんだけれども、今回のルートではそこを阻止しなくってね、その時に歌がね完結してしまったんでしょうねきっとね。消える条件は天使の言いなりになって正しい学生生活を送れ、それだけじゃなかったんだ。では解散。皆はいつも通り本部を後にするが、高松の落ち込み方が気になる。それは大山も同じようで、何か語りかけていた。ユリも椅子に座ったまま目を閉じて何かを考えている。どうしたおとなしい、飯行くぞ。そう日向に声をかけられる。あーなるほどね、これはまあ高松大山の会話に参加した方がいいですよね。関わりたいよね。すまん日向、少し待っててくれ。そう告げてから二人に話しかける。どうした。いえ、特にあなたに話すような案件ではないので。高松くん、もっと素直になろうよ。泣いてもいいんだよ。どういう意味だ。高松くんはガルデモのファンだったから。ああ、最後岩沢さんが消える瞬間まで見届けちゃってショックを受けてるんだよ。まあファンとしてはなかなかちょっとね悩ましいとこですよね。はいはい、俺もそうだ。あれ、思い出してみると俺もそうだ。それは俺も同じ気持ちだ。俺ももっとこの世界であいつと一緒に過ごしていたかった。仲間ですね。
手を力強く握られる。ああ、その場には天使はいなかった。なのにどうして消えたのか、それだけが疑問で。これ伝えられてる人と伝えられてない人がいるんですかね。おいおい、お前ら何、どういう状況なの。日向まで会話に割り込んでくる。いや、なんでもない。はい、なんでもありません。いいの？そんなのでいいの？そうなるよね。本当に個性ないのかお前。よくわかんねえけどさ、面倒なことにこいつを巻き込んでくれるなよ。この世界に来たばっかだからな。大山からかばうように日向が俺の肩を抱いてきた。ええ、その通りですね。私も寮に戻ります。高松が足早に立ち去る。それを大山が追っていった。で、結局何だったんだ。高松がガルデモのファンだった、それだけだよ。知らなかったぜ。知らなかったのかよ、長年の付き合いで。そっちに驚いてしまう。でも高松だけじゃなく、たくさんの NPC もショックを受けるだろうな。俺だって数十年共にしてきたけど、ユリッペを除いてあいつほどカリスマ性のあるやつはいなかったからな。そのお前はクールなんだな。仲間が消えることなんて珍しいことじゃないし、その覚悟を持って今まで天使と戦ってきてるからな。意外とね、肝が据わってますよね。そんなものなのか。そりゃ俺だって寂しいぜ。かなりの初期メンバーだったしさ、特に仲が良かったわけじゃないけど、それでも長い時間同じ戦線の仲間でいたんだ。一つ一つの言葉が重い。そっか。でも俺たち以上に悲しんでる奴がいるかもな。まあそうでしょうね。誰も思いつかない。まあそういう奴も中にはいるってだけさ。俺たちは飯食って風呂にゆっくり入って何も考えず疲れを癒そうぜな。ああ、思いつきそうなもんでしょけどね。日向と一緒に食堂へとやってきた。まずは飯を食おうぜ。ああ、食券を2枚渡される。見ると一つはカレー、一つはとんかつ。ということはカツカレー。ここは一緒かな。どうかな、ちょっと飛ばしてみようか。えい。あのパクチー臭いカレーにはやっぱりどうも馴染めない。普通のカレーが一番だ。あ、この時トムヤムカレーが好物になってないのかなっていうね、あの感じがしましたね。さて今日のお前の朝食は。そして朝食まで飛んでしまった。さあ次朝食はどうなるんだろう。リッツグリル定食だ。ほらよ、初めてだ。え、どうした。いや、これってそう予想するにすごく重いメニューなんじゃないかって。だから朝食っぽい食券は少ないし、ランダムじゃなかなか当たらないさ。お前は。俺はだな。またポケットを探る。これだ。卵かけご飯定食。いや絶対怪しいよ、完全に朝食メニューじゃん。ここまで続くと本当にランダムなのか疑問に思えてくる。受け取り口で待つ。はい。よく朝からこんなの食べれるわね。またそんな。サービスでご飯も大盛りにしておいたわ。若いっていいわね。なんとか食べるよおばさん。出てきたのはハンバーグに巨大ソーセージに鶏肉のステーキが豪快に乗せられた定食。ご飯は山盛りだ。心が折れそうだ。でも性格的に手料理は残せないようで食べきるしかなかった。食べ終えた。すげえ胸焼けがする。だから残せばいいのに。性格的に無理なんだってば。ユリッペから順応していくことが大事だって言われなかったか。言われた。じゃあ実践することな。ああ、でもやっぱりね、もったいないなって思っちゃうんですよね。さあゆいちゃんだけのルートに入れましたね。ここまで進んでみましょうか。昨日多分陽動をね引き継いでくれたんだろうと思うからね。廊下の掲示板には昨日のライブのフライヤーがまだ貼られっぱなしになっていた。その前でじっとフライヤーを見つめている先生の制服を着た女子生徒がいる。ゆい。あ、おとなしい先輩。フライヤーの回収か。はい、そうなんですけど。
なんて覇気のなさだ。そこまで言ってユイはフライヤーに視線を戻す。岩沢さん、どうしていなくなってしまったんでしょうか。悲しそうに目を細める。だからか。どうしてだろうな。幹部のあなたも知らないんですか。ああ、直接いなくなってしまうところを見たわけじゃないし、報告でしかそのことを聞かされていない。だから岩沢がこの世界からいなくなったということにいまいち実感が湧かないでいる。きっとユイは陽動班として会場にいたから、岩沢が消えるその瞬間を見ていたんだろう。ユリは岩沢が納得しちゃった、それだけの話と言っていた。天使の言いなりになる以外にもこの世界から消えてしまうことがあるっぽいけど。初めて聞いた曲でタイトルもわからないんですけど、岩沢さんの最後の歌すごく不思議なんです。これまでのガルデモの曲と同じで、岩沢さんの必死さが詰まった曲だったんですけど、こう言ったら後付けのようですけど、これが最後の歌なんだっていう潔さも伝わってきて、歌い出しだけでもなんだか泣けてきて。オペレーションの前、岩沢が新曲だと言って俺たちに聞かせてくれた歌を思い出す。もしかしてあの歌を歌ったんだろうか。さすがだなお前。え、何がですか。いや、本当岩沢のことをよく知ってたんだなって。それは憧れ続けていたので当然です。それぐらいは自負できますだな。なんとなく俺もわかるよ。音楽のことはよくわからないけど、あれこそが岩沢が伝えたかった思いを乗せた歌なんじゃないだろうか。これからガルデモはどうなってしまうんでしょうか。お前が2代目ボーカルとして立候補するとかは。とんでもないです。岩沢さんの代わりなんて誰にもできないですよ。そう言いながらユイは掲示板のフライヤーに手を伸ばす。ライブは終わった。それを自分に言い聞かせるように、でも丁寧にフライヤーを剥がした。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。